これ完全動かしてますね。おお、なるほどね。さっきのとりあえずどうします、じゃんけんで決めます。でもじゃあ、ね、僕これ欲しいな。あ、じゃあ俺ご飯出るけどな。ご飯で、あ、俺 赤か。ちょっと悟空もうでいい、いいっすよ。じゃあ俺、あ、ベジータ欲しい、だったらいいっすか。いいよいいよ。そうなったらもう俺こうなるよね。じゃあ俺フリーザ。これちょっとちっちゃいな、こっち。ミニミニサイズ。大丈夫かな。大丈夫じゃない。結構ちっちゃくなっちゃったけど。これ変わるんですか、アペル判定とか。どっちの方がいいですか、おすすめあります。展開値、ナメキ、どちらでも大丈夫です。じゃあ展開しますか。展開値にしますか、まず。はい、いや結構ちっちゃいの揃っちゃったな、これ。これやっぱ体格差ある。体格差も、もちろんリーチはかなり影響してくるんですけども、その分やっぱキャラクターの特徴はかなり分かれてるので、スピードが、はい、スピードがあるから、ね、距離が一気にこう詰めたり、なんか運がいいとか、うん、そう、そうですね、それはもう。なるほどなるほど。運大事ですね。俺いけるのかな。どうし、あ、これコマンドって、おお、泣いてるんだけど、ちょっと、あ、これあれか、16号やられちゃって、あ、怒っちゃってる。めっちゃアニメや。面白い試合になる。本当にモデルは。面白い。ハメハメや。まだ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 ちょっと待って。はい。ああ、違う今の練習。いやいやいや。ああ、ちょっと危な。あ、これパンチ。おお。どれがパンチ？X、Y。Y で。ちょっと見ていいですか？これパンチ。はいじゃ。ちょっと待って。おお、危ない、いった、顎入った今。やった！
さんじゃないですか、この透明人ちゃん。煽ってきよるな。お二人がプレイ動画史上世界最強と言っても過言じゃないです、これ。だってそうですね、そもそもやったことある。作ってる方なんで、すごいの見れるんですね。マックマンが選んだのがしっかり王道なんだ。どっちが映ってないですか。映ってない人が、マスクマンが、悟空が、悟空が映ってない方ですね。あ、悟空が映ってない。ブーの方が、謎のマスクマンの方。マスクマン喋っていただいても全然、はい、はい、すいません、なんかすいません、大丈夫ですよ、はい。じゃあガチプレイの前に説明してほしい、はい、うん、なるほど。お、今度はメック製、メック製です。じゃあ登場シーン見たいですね。あー、ブー初めてですかね。うん、実際開発中なのでこの辺のロード時間とかも製品になればかなり短くなっていると。そうか、そうか、そうですよね。確かにデモ用のものですよね。はい、ロード時間も早くなるのであればもうガンガンプレイしていただきたいですね。かわいい、かわいい、かわいい、かわいいんですよ。癒される。やっぱ僕かっこいいなぁ。結構空中ありますね。わわわわわ、おお、うわぁ、おお、すごい、おー、これ、何で、こんな空中にある。わわわわわわわ、おお、すごい、PV みたい。わわわわわ、アニメが、すごいな、すごいな、すごい、わわわわ、おお、アシスト的な使い方が両方できる。メインのキャラクターは結構攻撃しつつも、はい、アシスト出してこう足止めみたいなのをしつつ、ダメをしたりとか、使い方はいろいろあって。おー、出た、おー、すごい、うわ、早っ。これも見るだろ、すごいですよね。いや、出てくるといいですよね、かっこいいです。え、これ今どっちが入ってるの。マスクマンがちょっと押されちゃってる。
ボーディフザル飛んだった。やばいやばいやばいぞ。おおすごい。いやこれちょっとわかんなくなった。もうこれマスクマンか見えない人が落ちた。おおすげえ。やばい。おお。気をためながらアシストを出して。もうちょっと。ネタまた。そういうのもまあ作戦のうちと言いますか。おお。ガードが硬い。あれがですね、ホーミングでこう追跡するような技になって。え、フリーになった。お、フリーになったよ。早速行きます。やべえ。おお。すげえ。EV みたいな。EV 通りだ。入ってきた。戻ってあるんですね。はい。じゃあ2分ぐらい。2分。はい。2分結構ですよ。時間でも2分ぐらいやってきた。じゃあ今度セル使おうか。スーパーミクモジみたいな感じになってる。スーパーミクモジみたいなもん。はい。2ぐらいいっちゃうかもしれないです、ね。うわやばい。あ、悟空選ばないか。志田君大丈夫かな。ノーフみたいなもんやけど最初。ちょっと。あ、弾かれたらノーフみたいな。この悟空選んじゃったの。変えた方がいいから。そうですか。僕選んじゃったんですよね。色を変えればいいですか。あ、色変えました。色変えれる。あ、そっか。別に違うやつしなくてもよかったんだ。そうそう。あ、間違えた。あ、ブーム色か。あ、いっか。フリーズ。やべ、ちょっとやっぱカメハメハ打ちたいな。ビッケル打ちだ。戦闘力2やけど大丈夫。いや、もうちょっと。今度は次は何戦？ノーフは今日銃持ってるんでこうらしいですよ。銃持ってたらこうなんや。磯山さん言ってましたよ、ね、銃持ってるんでこうなんですボタンは押さずに。あ、押さずに、はい、突然演出が出るんで。あー、そうか。あ、そうか。さっきセル出てます。あ、変えるか。あ、これ選んだ順番によって最初のキャラがっていうことですね。まあ、そっか。顔せんな。色気があるね。あ、こセルもカメハメハ打ってる。じゃあ打ち合いみたいなもん。打ち合いにはうまくいるかな。うわー、頑張れセル。なんでやねん。ちょっとどっち。よくあるやつやん。危ない。失格やで。ちょっと間違っちゃった。どうしよう。うわ、ちょっと。オッケー。わー、ちょっと僕は結構股間に当たってるんで。うわー、あ、こうやって出てくる。これいいよね、最初。あ、やばい。オッケー、いけ、伸びます。あ、ちょっと。わわわわわ、ちょっと待って。結構何もできない。オッケー、やばい、やばい、出た。やべえ。おー、いけ、ブー。お、え、ありがとうございます。待って、あと瞬間移動カメラで当てらなくてもいいんだ。オッケー。おー、うわー、ちょっと頑張れよ。コンサルでもあんなんないよ。おー、いった。回しました。うわー、こっからゴールデンキー。うわー、一気にちょっと脅してやるか。ちょっと脅してやるか。おー、さらに半端の力を身につけた人間が帰って早くにするよ。うわー、